さんこんにちは、仏のジーダスです。今日も見てくれてありがとうございます。週刊仏のジーダスですね。今日はですね、この私のですね、持ってるモーリスの W25 っていうですね、まあジャパンヴィンテージギターなんですけども、こいつにピックアップがついてるんですよ。このピックアップの話をしたいんですけどもですね、これはですね、なんとですね、私が買ったんじゃなくて、知り合いにボール&チェインというバンドがいましてですね、そこのですね、見てるでしょうか、金子さんというですね、ボーカルギターの方がですね、くれたんですね。ありがとうございます。何をくれたかというとですね、知ってる人は知ってると思うんですけども、フィッシュマン、アメリカのピックアップですね、フィッシュマンのレアアースブレンドっていうやつですね。高いんですよ、これはっきり言いますけども、ただでもらいました。ありがとうございました。なんでくれたかというと、壊れたと思ったらしいんですよ。壊れたと思って、ああ壊れちゃったと思って、同じのをなんか買ったらしいんですよ。買って、でも一応電池交換したら普通に音が出たからあげるって言って金子さんね、いい人ですね。いや、それ売ったら結構そこそこ金になりますよって言ったら、そんな二足三もいらないから使ってよって言ってくれてですねありがとうございます。このモーリスにつけさせていただきました。このレアアースブレンドっていうのは何がすごいかっていうとですね、マグネットのピックアップ、ハムバックだと思うんですけども、ハムバックがついてて、これだけじゃないんですよ、音を拾ってるのは。実はこの中にコンデンサーマイクが、ちょっとですね見えねえと思うんだけど、この中にコンデンサーマイクがこう入ってるんですよ。でコンデンサーマイクとこの、マグネットピックアップ両方から音を拾ってて、なおかつそれがすごいのが、マグネット10にもできるし、コンデンサー10にもできるし、5対5にもできるし、あの微妙に7、3ぐらいにもできるし、今5、5なんですよ。ちょっと音聞いてみてください。これなかなかすごいいい音なんですよ。これね、今5、5なんだけど、これをマグネットだけにします。出力でかいですね。これがマグネット10、0、マグネット10でコンデンサー0で、逆に今度コンデンサー10ですね。コンデンサー10。ただね、やっぱね、ちょっと触った音とかね、拾うんですよ。生っぽい。これいいわ。でもこれね、羽織りやすいんだって、やっぱりコンデンサー10は。やっぱちょっと漏域が今ハウって、あ、ハウってきてるな。あ、でもいいわ。でね、なんかね、ここのマイクもいろいろ動かせ、コンデンサーマイクも動かせて、あの場所によっても当然音が変わってくるらしいので、それで調節できるらしいんですけど、今俺はとりあえず適当なところにつけてます。ちょっと漏域が割れてるけど、あ、でもすっげえいい。でこれをこ、まあちょっとこん、今ここでハーフなんだけど、ちょっとコンデンサー側を強めにして、すると、なんて言うんだろう、ハウリングポイントも少し抑えられるのかな。でコンデンサーの良さがちょっと前に出るかなって。あ、いいわ。Yeah, well.
Thank you! また来週!